になりますけど活動を始めました。でその時に山形でも障害者の施設の人たちが自分たちの仕事として太陽電池を作ってます。それでそこから10枚ほど、もらいを出まして、それも持って被災地に入りました。それが3月26日からですね。そこのところの話からちょっと入ります。まあ、これは天童が僕らの仲間、事業協同組合の仲間が天童にいますので、ここを拠点にしてこれからちょっと動こうということで、ここで倉庫を作りました。随分寸胴になるのかな、大丈夫で、第1号が陸前高田の内野油高田ですね。この前に一箇所このパネルを持って、支援させてくださいということで避難所を回ったんですが、断られました。どうして断られたと思いますか。今なればそうだ、なるほどなと思うんですが、こちらも、いきなり飛び込んでたもんですから、お前ら結局それで悪徳の商法をするんだろうと、後で高額な請求をするんだろうということで、そんなことしないよということで何度申し込んでしたんですが、結局断られました。で、その時の体験が一つベースになりまして、支援するにはやはりバックシートじゃダメだと、落下傘部隊じゃダメだと、地元の人たちと一緒にその地元の人たちのところのルートを通りながら支援する形を取らない限り、ちょっとなかなか入りにくいんじゃないか、そういうふうな反省がありまして、以後その地元の方々にできるだけこう関わってもらうようなスタンスを取っています。ここで非常にこの彼らここで今、40ワットが6枚使ってますから、240ワットですか。これで明かりと携帯の充電が使ってます。ソフトバンクの孫さんが、孫社長さんがあの後いろいろ動いたんですけど、その時にここの会館のところにももうすでにバッテリーごと毎日ソフトバンクの方が届けていましたね。大きな男の方が2人このバッテリーを抱えて毎日通ってきてました。で、まあ、その太陽電池使えば楽だよということで、そのバッテリーにつないだのを覚えてますけど、で、まあ、こういうふうにこれが一つのスタンダードでしたね。小さなソーラーネットでやったのはこの、小さなのパネルが3枚並んでますが、これが手作りハンドメイドの太陽電池です。太陽電池も作れるんですよ。これ確か大雄寺っていうお寺だったと思うんですが、非常に嬉しそうな顔見えます。いいかなと思ってますね。僕は途上国 の、 支援もやってますので、この気持ちよくわかります。電気のないところで暮らすことがどういうことか、そして明かりがつくことがどういうことかっていうのがよくわかります。もう本当に嬉しくて感謝されますね。どこ行ってもその感謝が僕らのご褒美かなというふうに思って動いています。はい。とで、これはあくまでも個人的な自己資金でやっているものですから、1回だけです。何回も続けてやるわけにいきません。それで、これをとにかく続けてやるにはどうしたらいいかということで、まあ資金ですよね、お金がいる。そういうことで、一つのプロジェクトとして立ち上げようということで、まあ、ICEP の飯田哲成氏とところへ持ち込みまして、一緒にやろうじゃないか、僕らが現場で動くからあんたのところお金集め前からやってくれよということで口説き落としまして、彼らの方でお金集めで、僕らが現場で動くというような形を作りました。これが皆さんのところにお手元にあるビラの中の一部を撮っているんですが、どういうことかといいますと、今被災地、が岩手と、宮城と福島になるんですが、そこに、太陽光発電の
電気規制ですね、それから温水器、あったかいお湯を手洗いとか、初めはもうとにかく、汚れが広かったものですから、そういうのも落とすという意味も含めて温水器、それからバイオマスですね、材木ですね、材木のエネルギー支援ということで、3つのプロジェクトがこのつながりぬくもりプロジェクトの中にはあります。で、企業さんと個人とグループだったり、そういったところからご寄付いただきまして、この窓口が曲がりセットです。もしよろしかったらぜひご寄付いただければと思います。今後もまだまだ続けていきたいと思いますので、ご寄付いただければと思います。で、僕は自然エネルギー事業協力ネクスタとしては、太陽光発電というのを、の分野をちょっとやってまして、この実際の 実例を少し挙げていきたいと思います。これは南三陸町の角宮荘というところなんですが、僕らは設置するのに大体2年から3年、そのうちに、2年から3年持てばいいと、その間電気を供給して、そのうちこう皆さんの住民の方々の磁力っていうんですか、力がついてきた時に自分たちで据え直せばいいと、あるいはその地元の電気屋さんに頼んで、あるいは大工さんに頼んで設置してもらえばいいということで、簡単な設置をメインにしています。ところがこの角宮荘っていうのは民宿なんですが、民宿が避難所になっています。そこはちょうど屋根の上しかなかったものですから、ちょっとこういうような形できちんとつけた形でつけています。僕らはあくまでも、どこかからお金が出てくるわけじゃなくて、皆さんの寄付を元にして動いているわけで、そんなに大きなところを支援するわけにいきません。僕らがターゲットとしたのは、いわゆる大きな避難所ではなくて、家族のところ、あるいはその隣近所のところへ逃げていった家が潰されて、住むとこがなくなった方々が近所の家の中、残った家のところにこう逃げていった、そういう人たちのところへいわゆる公的な支援が届かないようなところを掘り起こすような形でやってきました。これももちろん民宿なんですが、避難所になっています。どんなシステムかといいますと、今の太陽電池から入ってきたのが、黒いバッテリーに入ります。これが、大体200アンペアワーというちょっと大きめのバッテリーに入ります。で、青いのが、そのバッテリーに入るのにその制御するんですが、それがちょっとテレビの脇にある小さな黒い白黒のなっている機械があります。あれがコントローラーというもので、バッテリーに入っていく電圧を制御しています。あるいは使いすぎになったらもう使っちゃダメだよということで警告を出します。で、下にある青いのが、インバーターといってまして、100ボルトを出してくれます。ここからいろんなキャブタイヤとかドラムとかでもって電気を、いわゆる今太陽光発電って言いますと連携って言われまして、5キロ3キロとかっていうシステムとは全く別で、バッテリーに貯めて使うというこのシステムが基本になっています。これが400ワットのシステムが基本になっています。バッテリーのインバーターの出力が600ワットの出力ですね。これが今の話をした、で大体どのぐらい利用ができるかって言いますと1キロぐらいですね。だから、20ワットの蛍光灯だったら50時間使えるくらい、大体小さな避難所ではこれで十分テレビも見ますし、僕らが持っていると子供たちがまずテレビ見ますね。アニメーションを見て喜んでました。そういうのですね。はい、僕らただ電気を届けるわけじゃなくて、人も作ろうということで、自然エネルギーを普及させていく、していくのは、ベースは、僕の、これ持論なんですが、草の根のように、
村のエネルギー屋さんみたいなものができていかないと、自然エネルギーって根付かない、暮らしの中に根が降りていかないと思ってますので、その地方その地方その地域地域にエネルギー屋さんを作り出したいということで、それも合わせて動いています。今この赤い服を着た真ん中にいるあの赤い子は、あの子があの大船渡の避難被災者ですね。で、今回のプロジェクトの中心的なメンバーに今育っています。あ、全くの素人さんだったんですが、こうやって電気の知識とか組み立て方を覚えながら今は中心メンバーになってますね。彼は今これは陸前高田だったかなのあれなんですけど、今威張ってる男の子がいます。これも彼は福島の川口村の避難者です。で、今当時からずっと動いて、彼はもともと電気の知識がありまして、こういう独立系の太陽電池を扱い慣れてたものですから、君らやってくれということで、生活費を出すという意味も含めて彼らに協力してもらってました。で、今はもう子供が4歳と2歳子供を持ってまして、もう人の支援はやってられないと、自分のまず生活がこうちょっともうそろそろ落ち着かないとダメだということで、山形に一旦2、3月いましたかね。その後神奈川半島にテントを張っていました。そこまでは僕らの支援を一緒にやってくれたんですが、北海道の方に、永住の地を求めて逃げていったということですね。非常に彼の住んでたところは、まあ、夢のような天国のような場所だったんですね。子供たちが裸で川で泳げるような、そういうところに住んでたんですかね。もう一日にしてそれがダメになってしまったということですね。戦争と同じですね。戦争で自分の住みかを追われた人たちと同じことですね。で、これは石巻のホテルマリーナというところでつけたのです。ホテルってこれラブホテルですね。僕らがご支援してたこのラブホテルの支配人から電話がありました。うちもやってくれ。ちょっとうちは避難所が専門だよ。回転ベッドまでは届かないぞ。いや、うちは避難所にしてる。だから今僕はラブホテルではなくて避難所としてずっとやってる。いろんな人の人生がいろいろ変わってきた、そういうドラマみたいなものがあるんだろうと思います。今話してみると非常に奥の深い支配でしたね。はい、今まで話したのは避難所を中心にしたんですが、そろそろもう4ヶ月になります。避難所の関係もそろそろ減ってきています。で、第2ステージとして次の ステージに入ろうということで、実際の暮らしをもう一回作り直すような、そういうところに支援する形にシフトし始めています。これは米崎保育園という陸前高田の保育園です。保育園はどうしてもお父さんお母さんが仕事から解放されると非常に大事な施設ですので、こういうところに経営支援として太陽電池がからできたものを売って、そして経営を支援の足しにしていくという、そういう意味でも今保育園も一つターゲットになっています。今ちょうど今釜石にも保育園を作ってます。ここは2カ所ほど自分たちの保育園が全部潰されて、津波で流されてしまって、仮設の、ところで保育園をやっているところも今ちょうど工事しています。次に温水器です。温水器はご覧のように地上機が今メインになっていますが、これからはこの地上機っていうのは今簡単につけれるものですから、それをベースにやってました。これは名取市の小学校ですね。
これはぐるっと地球温暖化対策地域協議会というところが主体になって、つながりの国プロジェクトの中で動いています。これは石の脇ですね、一貫保育所。これは課題をちょっと組んでますけども、これもやっぱり地上設置になってます。これはちょっとイメージ図なんで、まだこれが実際にあるわけなんですが、住田町で、ちょっとご存知の方は多いと思うんですけども、有名な仮設住宅があります。ここに全校、ああいうふうに温水器を載せるというプロジェクトがあります。130件、全校に設置しようということで、今動いています。まもなく設置が始まると思います。これはバイオマスです。材木ですね。材木でボイラーをつけて、1日8トンのお湯を供給して、お風呂にしてます。これが子供たちの笑顔です。そこでヴィランの中に一番目立つようなところがありますね。子供たちはいいね、いい顔してて。これはどこの別荘だと思いますか？非常にいい家です。ちょっとこれ800ワットの太陽電池につけました。ついこの間2週間ぐらい前ですね。これ牧場です。この牧場の左側の、森のところに先ほどに当たっています、はい、ここまで来ると大体見当はつくと思うんですが、これ 10.95 マイクロシーベルト、計測器がビリビリになってました。浪江の牧場を支援してました。でこれがその結果です。何をしたかっていいますと、牛たちの水場ですね。牛たちがこう、すぐつけたらすぐ寄ってきましたね。30メーターの近くから水が上がってるんですが、やっぱ牛たちも美味しい水場を買うんでしょうね。大きな舌でベロベロベロなんて食べてました。面白いことに牛たちも順番があるんだね。こう飲む順番があるみたいで、面白いなと思いました。でここ浪江7000軒ですよね。で十川内村奈良葉、そういったいろんな20軒圏内で、この話は後ほど神田さんがやっていただけると思うんですが、人が一子一人いないと、牛さんたちが。いる牛さんたちだけがいるっていうようなところです。これ日本の歴史の中でも前代未聞の話だと思います。これはかつて日本が経験したことのないようなことなんで、きちんと何が起こっているのか、それをきちんとやっぱり今日日本の人たちがやっぱり知るべきことではないのかなと思う。5年10年経つうちに家が崩れ散っていくんでしょうから、そういう記録だけはきちんと取っておくべきものではないだろうかと思います。そしてそれは日本 の国民の人たちがこうトゲみたいな形としてきちんとこう記憶の中に留めておくおかなきゃならんことではないか。中国が慌てて列車を埋めたように歴史のこう土の中に埋めてしまってはいけないことではないのかなと強く思いながら帰ってきました。で 今まで我々 のプロジェクト の状況です。7月末です。太陽光発電が設置件数70箇所ですね。1箇所20件まとめて支援しているところがありますので、件数で今もともと多いんですが、避難所、避難所としては大体50件ぐらい避難所、あとはさっき言った保育園だとか、それからあとボランティアの支援施設だとかです。温水器が19箇所で、バイオマスが4箇所ですね。あと今後の予定としては30箇所あります。太陽光発電が30箇所、温水器が11箇所、まだまだこれが増えます。で、設備容量としては太陽電池としては55キロ。これ太陽電池言い忘れましたけども、ソーラーフロンティアという会社から寄付してもらっています。太陽電池の全部寄付してもらっています。
そうでないと僕らとてもやれません。それから温水器は、200リッターから250リッターなんですが、これもソーラーシステム執行協会から寄付してもらってます。550件分寄付してもらってます。で、今まで我々がそこいくらでやってきたかといいますと、太陽光発電は約2000万弱ですね。で、温水器は550万です。で、今後全部これから太陽電池は大型の施設になっていきます。例えば今一番力を入れたいなと思っているのは、養護施設です。養護施設の方々は逃げたくても逃げられないんです。特に福島ですね。でそこを中心にちょっと支援していきたいなと思います。そういう案件が大きくなってきます。これから費用はどんどん増えていきます。これ今4000万超えるような費用が必要になってきます。それから先ほど言いました温水器の方は住田町の100件以上のプロジェクトがあったりなんかして200万、2000万ぐらいかかります。それで実際に僕らが使ったのは2700万ぐらいでしょうね。そんな中で、僕らのプロジェクトを回してます。で、ちょっと最後に、結論めいたものを言います。これ陸前高田のお寺の上から撮った写真です。ご覧のように何もない場所の中にポツンと電柱が立っています。これを見てどうお考えでしょうか。僕ら今までこのプロジェクトを始める前までは電柱が立っていくことが復興のシンボルだというふうに僕は思ってました。だけどよくこれ見たときにあれと思ったんですね。それは何かと言いますと、周りは何もないんです。使う電気は前はここに家があり工場がありました。だけど今は何もないんです。そこに電柱が多分何千、1000億ぐらいのお金でしょうかね。それから何万人という電気屋さんが張り付いて建てていったわけですね。で、ここの電気が届くのは先ほど僕らが支援した小さな避難所、あるいは残った村落です。そこに支援するのにそれだけのお金人員が必要なんだろうとふっと思いました。僕らのように太陽電池持ち込めばいいじゃないか、それで済むんじゃないか。僕ら50件の避難所を2000万でやってます。だから多分10億か20億あれば必要なところにあっという間に着きます。1週間か2週間あれば電気は届けられます。神戸の震災の時とは違います。今はそういう太陽電池だとかいろんな分散型の電源があるわけですから、それを必要なところにポンと持っていけばそれで済んだことじゃないか。しかもまた陸前高田は町の復興プランがないと思います。で、この道路はちょうど海に並行して走っています。ところがこれからきっと海に垂直に町が作られたり、あるいはそこが畑になったりしていくんだろうと思います。その時にその市なり、自治体 の、 復興計画ができてから、それに合わさって電柱を建ててもいいじゃないか。それが順番じゃないだろうなと思ってます。で、非常に 今昔と同じような形で電気を持っていく形、そんな、なんかこれ見てるとなんかすごい硬直した今の日本 のところをちょっと見たような感じがしています。これは表浜の漁港です。ここも まず漁民の人たちが自分の生活を戻すために魚を取りたいよ、その魚を売りたいよということで、被災したその建物のところに、なんとかパソコンと電気を作りたいということで、支援したケースです。で、その後すぐもう1個つけてくれということで、結局ここは800ワットまで広げました。その後さらに協同組合、漁業協同組合ですので、もっとたくさん電気が必要ですので、もっと大きな支援にしたいなと今思っています。そういった形で産業が復興していく形の何か手助けになればなとは思っています。
これは東松島の伸びる地区というところなんですが、ここに20軒の独立宣言を寄付しました。でここは住民の方々が全部自分たちで設置するということで自分たちで動き出しています。でそこが一番僕は嬉しいなと思ってます。さっき僕一番最初に落下山とかって言いました言い方したんですが、東京のところあるいはその他のところから地元にポンと飛び込んでって設置してそれでパッとお金だけ持って帰っていくってこういう形ではなくて自分たちで自分たちの暮らしを作っていくっていうこの考え方みたいなものを広めることもまた自然エネルギーの普及の中で一番根っことしてなきゃいけないのかなというふうに思いながら動いています。それからだから僕らの復興支援も、多分あと半年から1年ぐらいで引き上げるどこで切り上げようかというふうに今切り上げるのを今考えています。それはもう地元の人たちが新しい自分たちの電気屋さん自分たちの工務店さんたちを作り出していく力が できてきた時にきちんとその彼らがビジネスとしてね成り立てるような形にどこかでこう引き上げなきゃいけないかとどこで切ろうかなと思って今その引き上げ時を見始めているっていうそういうところです。はい、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。関連のまたプレゼンテーションを、どうぞこちらの方に、高村さんにお願いをしたいちょっと準備です。それから南相馬市長桜井さん、またどうも、おいでいただきました。高村さん のスライドが終わった段階ちょっとお話を、していただきたいと思います。福島は今関連ですけれども。その今準備をしている間にですね、2、3分ですけれども、市民放射能測定所ということで、放射能の測定の活動を始められております丸雲森彩さんが来ておられますのでちょっとその活動のご紹介させていただきます。皆さんこんにちは。はじめまして。福島市の方で活動しております丸雲森彩と申します。私の方は市民だったりボランティアで福島市の方でですね市民放射能測定所というものを7月1日に立ち上げまして今主に皆さんの食品測定をですねしております。今南相馬の市長さんがいらっしゃってびっくりしちゃったんですけれども南相馬の方はですねホールボディカウンターを今簡易型の2台確か2台ですね市長入れられて南相馬の方たちを測っておいでなんですけれども今実際今の段階になりますと福島市の方がですね南相馬よりも線量が高くなってしまっているのが現状なんです。それで私南相馬の方の方にですねちょっと福島市の人にも貸してもらえないかしらなんてちょっと気軽に言ったらやっぱり南相馬の方たち皆さんご心配ですから福島市に貸すことはなかなか難しいというお話を伺いましてですね福島市の方にもホールボディカウンターが必要だということで、まあ、かなりいろいろ動きましたところも福島市の方にもホールボディカウンターも寄贈できるようになりまして私どもの方で市民で動いていこうかといったところなのでぜひ南相馬の市長さんにはですねいろいろ教えていただきたいと思っております。南相馬と同じ簡易型の椅子型のホールボディカウンターが入っていきます。でこういったものをどうやって回していくかといった時に一つ夢があるんですね。皆さん先ほどエネルギーシフトの話がありましたがどうせそのホールボディカウンターとか食品測定器を使うのであればそれは新しい電力の太陽光であったりいろんな可能性があると思うんですね。これから長いことずっとこの食品測定であったりホールボディカウンターというのは今だけじゃなくてこれから福島にいる人たちは長いこと必要になっていきます。10年20年先にはそういった新しいエネルギーでクリーンなエネルギーでですねそれを回していけたらなと思っていて福島美島福島プロジェクトというのも現地にはあるんですけれどもそういったところで皆様のお力とかですねお知恵をぜひお借りしたいなと思っています。それで私どもは市民団体で動いているのでどうやって活動しているかというとボランティアの、私もそうなんですけどみんながこうお金を少しずつ持ち寄るのとあとは皆様に支援を呼びかけて支援金で動いています。でなかなか支援金といってもですね集まりにくいのが現
現状で、今回ですね、現地の方たちの方で何かこう目に見えるものを作っていこうじゃないかということで、生活手帳というのを4月からずっと配っていたんですけれども、これをもう少し生活手帳をですね、踏み込んだ形でお母さん方が子どもたちのために母子手帳をつけるように、この3月11日からの1年間をずっと記録として取っておくと、でどんなものを食べていたかとか体調がどうであったかといったことですね、これ低線量から子どもたちを守るためには、これから特に福島で生きていく人たちはですね、そういったことで子どもたちに対しての非常に食べ物を気をつけたりとか、雨が降っている時に外出をしないように気をつけていくことが非常に必要なので、こういったものを書きながら、そこの部分をお母さん方が一人一人が考えながら自立していけたらなと思っています。で、これを作るため、今これ会員版なんですけれども、9月11日に向けてこれが全国版を作ろうとして今動いていまして、これをチャリティー本として、一冊安価で大体300円ぐらいで、それが福島の支援復興にもつながっていって、ホールボディカウンターの資金運営にもなっていて、ゆくゆくはそのソーラーパネルで動いていくといったものをやってみたいなと思っておりますので、こういったものをあることを皆様にお伝えさせていただければと思います。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは先ほどの牛さんが出ていたと思うんですけれども、南相馬にこういう問題があるということ、あるいは、問題、希望の牧場、高野先生にお願いをしたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、改めまして、衆議院の高村さんでございます。実はですね、震災発生以降、南相馬に参りましたら、桜井市長からですね、物見さんじゃダメよと。ということで、私継続的に伺わせていただきまして、この間数えたら51回になりましたけども、20キロ圏内にずっと注目をしながら、そこに取り残された動物の命という問題に取り組んでまいりました。ちょっと遠い方にはあれですが、この半径20キロの圏内、未だに立ち入りが禁止されております。市長のところにですね、4月の22日警戒区域になった瞬間に農家の方が押し寄せられて、俺のベコが死んじまうと、なんとかしろということで、市長も大変対応に苦慮されておられました。そこで私がご提案申し上げたのは、まずしっかり調査をして、中に生きている牛で生きているもの、つまり放牧されているものが相当いますので、この牛については餓死をせずに生き残ったわけでありますから、国の責任で飼育を続けるべき。